10歳ぐらいから、だから散歩を始めて13年ぐらいになるのかな。最初はこいつでね、今 3パターンなんでね、最初のコースが何年か回ってて、今度は自分で違うコースに行って、最近はこの商店街自分で選んで向こう行くようになって、いやこれ本当歩くときは1キロ以上歩くからね、今のコースを2回あと戻ってして、こう反対に突き当たって戻ってきて1周っていうのがあるから、それを2周やったら結構な距離になるんですね。この辺の草ね、これなんて一生かけて大きくなるのかと思ったら成長期があって、10年過ぎたらボンボン大きくなっちゃってね、ちょっとこいつが大きくなるタイプなのか、普通より大きくなるみたいに なっちゃったみたいな、ね、ただ完全に俺より長生きするから後継者もいけないと、誰かがね買ってやめるよって言ってくれりゃいいけど、あと10年ぐらいだろ俺だって散歩付き合えるのは。僕の名前はボンちゃん。東京でお会いしましょう。